ジオをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。和田正宗先生のもっともっと右寄りです。はい、先生、今日もよろしくお願いいたします。ちょっとご無沙汰しちゃったんですけれども。いやいや、そうですね。はい。なんかさっきまでのテンションのイエーイからなんかまた言ってる嘘です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 。篠原ともえさんがこうね、テンションが低いのになんかテレビが回りますとイエーイっていうののその逆のしっとりの感じ。あ、本当ですそうですか。お忙しかったですね。いやいやいや、そうですね。SNS なんかでこう見させてもらうと、もう先生が日本中と一緒に飛び回ってるような、そうですね。はい。私はその安倍総裁選対では事務局としてですね、広報担当だったので、外に総理が演説会で行った時はまた別の班がついてたんですけれども、はい、仙台でも遊説をなされましたので、その時についたりですとか、はい、あとはそのテレビ出演ですね、うん、あとは日本記者クラブの討論会、まあ、これはテレビ中継が入りますけれども、はい、あとはニコ動、ニコ生であったりですとか、そういうものについては私基本的に全部同行して。はい。メディアボディーガードとしてですね熟知してるそうですねですもんね。というのはそのなんか変な質問来てそれを遮るということは毛頭ないわけですけれども、はい、事実と違う質問元を前提に質問をされたりだとか、事実を飛躍しているもので質問されたりして、そこは総理はそれは事実と違いますよってうまく返すわけですけれども、まあその例えば時間が短くってそれは事実とは違うということではなく、それについてその否定のその例えば的なコメントをやってても編集で切り取られる可能性あるじゃないですか。だからそれはその後のニュースとかで流れていくときに、これは事実はこうですよねということをしっかり指摘しておかないと、向こう側がそれをまあこのまま使っちゃえみたいな感じで、あくまで向こうの判断には任されるわけですけれども、そういうことはやはりこれは事実と違いますね、これは事実飛躍してますねということをしっかり向こうに伝えておかないと、そのまんままた違ったような情報として流されていっちゃう可能性があるんで。はいそうですね、結構私ちょっと仕事柄ねなかなかこう、はい、テレビのニュースを見る機会がないんで、母から聞いたんですけど、テレビ全体では結構石破議員の応援をするような雰囲気があった、でもちろん同じ自民党の議員の仲間ですから、応援するのは一応安倍首相であっても石破議員を別に応援してないわけではないとは思うんですけども。はい、どちらかというと雰囲気的には石破議員がの方を応援しているような空気だったと、うん、その中でもしその一言を切り取って意訳的に、うん、作りかねないこともやっぱり今までもあったので、やっぱそういうのは心配ですよね。そうですね、うん、まあでも総理は非常に総理というか総裁選では総裁だったんですけれども、はい、総裁は慣れてらっしゃるので。うん、まあそれはもう事実とは違いますねっていうことで細かい数値も全部インプットされてますから。ですので石破先生が数値上を間違えていることとかその場で、はい、それは数字の取り方がちょっと違うんじゃないですかみたいなことでその場で反論もなさってましたので、まあ、今回は特にそういう指摘というものは、うん、メディアの方にしなくて済んだんですけれども、まあいろいろとそのメディアとメディアの間、移動をする最中に、総理とお食事をさせていただいたりですとか、はい、一緒に話す時間というのがありますので、はい、そこでいろいろなことを総理とお話をして、総理、そしたらここはこうやられたらいかがでしょうかみたいな提案も私の方からして、で総理はそれがそうだというふうに思えば、すぐやってくださる人なので。自民党の総裁選、いわゆる自民党総裁というのはイコール日本の国家元首、国家元首というと総理大臣になることなので直結するので、今の国際情勢考えたときに、はい、G7 なんかでも、首相が、一番最初にこうなった時はオバマ政権、はい、で今はトランプ政権になって、で G7 の中でもメルケルと同じですか、安倍先生の方が長いかな、同じぐらいですかね。いやメルケルの方が少し長いですかね。ということはもう本当にすごいこう G7 の中でもかなりのこう信頼というかこう、期待値というかもあるかなと思うので、総裁選はもちろん勝つんだろうっていう予想はね一般人の中ではあったんですけれども、それを超えてやっぱり国際政治の中での活躍は今ちょっと安倍首相に期待値がやっぱりどんなにこう批判されても国民は大きいと思うんですよね。うん、日本がなぜ平和を守れているかというのはまさにこれだけ北朝鮮がちょっかいを出してきたり、中国がちょっかいを出してきている中で、やはり断固として国を守る姿勢というものを安倍総理が持っているからということであろうというふうに思います。あとその外交面でも今椿さんおっしゃられたように、世界各国の首脳から信頼をされているので、この例えばロシアのプーチン大統領であるとか、中国の習近平国家主席も、今までだったら日本に対していろいろなその変化球とかそういうものを投げて、それでまあおちょくってやろうではないですけれども、まあ軽く扱っても大丈夫だろうみたいなところがもしかしたらあったかもしれないですけれども、安倍総理はそれができない手強い相手だというふうに思ってますので、ですのでそういうところでその向こう側もしっかり腰を据えて交渉しないと、日本とのその関係改善であったりとか、北方領土交渉も含めて平和条約ですね、そういったものは結べないだろうということですよね。まあ、中国もそのやはり中国も習近平体制がまあ盤石になってきた中で、じゃあ日本においては安倍総理という力の強い人間がいる中で、でまあそれをそのどうしようかというような形の考え方になってくると思いますので。はい、そうですね。なんだっけ、北朝鮮が、まあ、私なんかすごく脅威だなっていつも思うんですけど、北朝鮮の核が例えば今までの核のこのポジションと違うんじゃないかなっていうふうに感じる時があるんですよ。例えば今までは核は抑止力だった、ですけど、北朝鮮の核はちょっと私たちの側からすると威嚇に近いものを感じる時があるんですよ。そうですね。まあ発展途上国というか、まあだから北朝鮮は発展途上国と見るかあれですけれども、いわゆるその貧者の最強の武器としてやはりその核を一発持ってれば大丈夫なんじゃないかっていうことがあって、これはその地域紛争、まあ、インドとパキスタンとかですね、そういったものとかでもその核の保有というのが行われてきたわけですけれども、まあその椿さんおっしゃったように、周りのその国々を交渉に引き込む中で自分たちを有利に進めようという中でその核を持つということ、また核を持てばそのアメリカに攻撃されないというようなことをまあ思い込んでいると。いうようなところでまあ使ってるというような感じでしょうけれども、まああれだけまあ130人側近を殺して、でクーデターが起きないっていうことは、北朝鮮国内というものはそれなりに掌握を禁止法ができてるんでしょうから、まあそれに対してじゃあしっかりと交渉できるのは誰かっていう時に、やはり安倍総理っていうような形でないと難しいんじゃないかなと思いますけれども。これで自民党のこの総裁選が終わった時は、まあ戦ってる時はまあね、敵っていうかまあなんですけども、終わった時はもうどうですか、皆さんの感じは。まあ一馬先生がその前線されたっていうようなことのその朝日とか毎日とかは一生懸命書くんですけれども、まあだからそれはその前線かどうかっていうのはもうある意味どうでもよくてですね。やはりダブルスコアでしっかりと勝っているというような純然たる事実という中で、石破先生は自らのご意思を訴えた中で敗れたわけですから、まあこれはその自民党として安倍政権としてしっかりやっていくというものが党員というヒートが国民に選ばれたわけであって、であればしっかり同じ方向を向いてそのやっていくっていうことが必要だと思うんで、それができる組織だというふうに自民党は思ってますので、なのでもう例えば憲法改正などについてもですね、一つそのこの議論で決着は党内議論がついてるわけですよ。ですので、3月に示した党としてのたたき台案、自衛隊については憲法に自衛隊を明記していくということをはじめとしてですね、しっかりと総裁案、また党で決定したたたき台案に沿ってですね、やっていくっていうことが重要だと思うので、憲法改正の流れというのはここから急ピッチで、議論のまた発議に向けた動きっていうのも進んでいくと思いますので、なんか憲法改正をこうしたいって運動している若い子たちも最近こう目にすることがあるんですけども、やっぱりさ彼らの若い世代にとっての期待値も結構高いと思うんですね。そうですね。まあ総裁選でこれだけしっかり勝たせていただいたということは、その安倍総理、これは選挙で衆議院選や参議院選挙で国民の信託を得るということは、これまで5回、安倍総理はやってきて、で今回はその総裁として続けていただくのが適当かどうかということについても、分厚い信任をいただいたという中で、もう総理はそのやることっていうのは、あとは憲法改正、拉致被害者の奪還ということをずっと言ってこられてるわけですから、そうですね、先日もありますよね、集会ですね。これはもうしっかりとですね、それに向かって、総理が進んでいくのをですね、我々がしっかりとサポートをしていく、支援をして、応援をして、安倍総理の強力なリーダーシップのもとですね、まだ憲法改正総裁になるか、自民党総裁の強力なリーダーシップのもと、我々がしっかりと支えていくということが、だからそのための、総裁選であったと。でそこで分厚い信任を得たということは、選んでいただいたということは極めて大きなことだったというふうに思います。分厚いってことですね。そうですね。後半世代って後半も引き続きお話伺いたいなと思ってるんですけど、ちょっと後半はチャンネルアジアの会員の特別なわけなので、ちょっと裏話なんかも聞かせていただいて、圧力かけた話とかがなんか総裁選の最中ありましたけど、ありましたね。西村官房副長官の話は西村官房副長官も否定されましたけれども、そのなんか石破さんを支援するというふうに言った神戸市議とはこの1年話してないですから圧力のかけようもないというか、じゃあ誰が言って天の声かなどうなるのかなということも含めてですね、そのあたりのお話また後半の方にできればと思います。あともう一つこの放送のがあった後はもしかしたら結果が出てるかもしれないんですけども、今沖縄の知事選挙だいぶ縮まってきましたので大激戦横一線でという状況ですので、一応左翼陣営の活動の話なんかも耳に入ってきているので、左翼陣営というとちょっと失礼だな、玉木左派デニーさんの陣営の活動の話なんかも結構本当に言い方おかしいけど草莽の人たち、あちらの草莽の人たちのすごい活躍もあるので、ぜひその話を先生のご意見伺いたいなと思います。後半も引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか、川末恵子先生、三橋隆明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは、前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員、月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて、すべてご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。